ドンチャルス、皆さん久しぶりの、360度ハウデーでございます。久しぶりにこのカメラを引っ張り出してきまして、今店内全体を見ることができると思います。今現在 NOW でハウデーの状態このような感じです。皆さんどうでしょうかねえ。以前このね、ハウデー360度動画を出したのは約1年くらい前かな、ちょっと正確には覚えてませんが、概要欄に貼っときますわ。その時の、ビフォーの状態を貼っておきますんで、現状とちょっと比較していただきたい。どうですか、この店の変わりようは皆さん。はい、まあ、僕もしかしたらペラペラ喋ってるかもしれませんが、気にせず、もう皆さんご覧になってください、見てくださいね。僕もテクテク歩きながらね、せっかくですからどこにどのブランドがあるかちょっとご紹介しようかなというふうに思います。皆さんの、すぐ真下ですね、真下にはミスタージェントルマンが、こう設置されてます。ここにミスタージェントルマンがありますね。このカメラの真下でございます。はい、ここの重機にはミスタージェントルマンがありますと。で一方こっちですね、ここら辺、ここはリトルビッグゾーンとなっております。以前はですね、ここ2段があったはずなんですよ。もしかしたらビフォーの段階ではここに確かワコマリアが上下2段でバチッとあったと思いますが、まあ、ワコマリアは他のお店に移動させまして、今はここ1段すっきりストンとリトルビッグがここに鎮座しておりますと。はい、そしてこちらですね、ここがなんといってもうちの私のメインのブランドであります、はい、カラーでございますね。カラーはここのセンターのポール、白いところ、うちでいう一等地ですね、お店の一等地にカラーを置かせていただいております。はい、そんな感じですね。で窓際、ここ見えるかな、カメラ的に見えるか分かりませんけども、こちらが、ちょっとね外からも見えるように、若干こうトントントンと、マルジェラ最新作置かせていただいております。はい、この重機もですね、以前はなかったと思いますが、私が自腹で購入しました。で、はい、こちらですね、この辺は一応ニットゾーン見えるかな、ちょっとこのポールの影になって見えないかも分かりませんけども、ニットゾーンで、まあ、マルジェラのエルボーパッチのニットですとか、その他クレプスキュールとかね、ちょっとニットで固めているというような、コーナーでございます。そしてですね、ここは見えるかな、この棚の上も実はマルジェラでございますね。マルジェラです。ニット以外の、まあ、こういったパックティー系と、まあ、エイズティー、そしてスウェット、こちらをここにパンと置かせていただいております。でこの下もマルジェラですね、一応、まあ、3着だけですけど3着だけですけども、贅沢にここにマルジェラ置かせていただいております。そしてこの横、この下ですね、見えるかな、はい、ここデラダです。ここデラダゾーンとしてポンポンポンと置かせていただいておりますね。はい、で、はい、こちら行きましょう。はい、こちらですね。あ、その前にこれ旅です。はい、旅のバブーシュでございます。はい、で、こちら、3着ほどしかないんですけども、ウルですね。ウルと、はい、ここに1着、ラストパーカー、クードスがございます。クードスですね。はい、で、ここシュープゾーンとなっております。ここシュープ、はい、5型くらいしかないんですけどね、ポンポンポンと、すっきりと見せています。はい、で、こちらがネオンサインですね。ここ。ここも、以前は2段だったと思うんですよ。上下2段でみたいな感じだったんですけど、もう1個ポール外して、ここポンと、1段で見せているというような感じ。ざっくりですけどもね、説明はまあそのところでございますよ。どうでしょう、第一印象としてね、やっぱすっきりしたと思いません？多分ね、物量がね、半分以下になってるんですよ。だいぶ前はね、物でパンパンでね、なんだここは古着屋かと言われた覚えがありますけども、どうでしょうか、だいぶセレクトショップっぽい感じになったんではないでしょうか。あとは変わった点といえば、この壁の色ですね。壁の色とドアの色、こちら変わってると思います。なぜなら私は塗り替えたからでございますね。白く塗り替えました。ここは黄色でしたね。ドアは緑でした。私は全部白に塗り替えましたんで、そこもちょっと変わってるかなというふうに思います。どうでしょう、ははははビフォーアフターですよ。はい、まあ一応ね、これで一つ形にはなりましたけども、まだまだ完成ではありません。ここからさらにどんどん、ガンガンアップデートして、もっとより良いかっこいい店に、していきたいなというふうに私は思っておりますので、よろしくお願いしますと。
まあそういう感じ。まあまあまあ、皆さんゆっくりと、まあ、見ていただいてね、この次世代の、360度カメラを用いた撮影という形で未来を感じさせるのではないでしょうかと。ちょっと黙ってましょうか私あんまりギャギャうるさくてもねしょうがないかなというふうに思います。まあでもカメラが回ってると急に喋り出すというのは私の性質でございまして、それはこち亀のね本田さんがバイクに乗ると急にいかつくなると、それと一緒のことでございます。どうでしょうかね。結構雰囲気変わったと思いますよ。それは実際の反応としてですね、昔つまり僕が入る前からのお客さん、このハウデのお客さんが本当久しぶりにうちのお店に来たと、もう本当 2,3 年ぶりに来たっていう人はここお店変わりましたかと言われたことがあります。お店変わりましたかと、いやすみません変わってないですと、ただ中身は変わってるんですけどねというような話をしたこともありますし、あとはこれもよく言われるんですけどね、そういう昔からのお客さんに言われることが店閉めるんですかってよく言われるんですよ。店閉めるんですかと。これなんでかというと、物が少ないから、物が少なすぎるから。以前 の, お客さんのイメージで言うと、ハウデの物量はパンパンでいつも商品がたくさんあったっていうようなイメージで、ポーンと久しぶりに来たら物が全然ない、すっかすかやと、おこれ店閉めるんちゃうんかと、閉店セールなんじゃないかっていうような、そういうようなね疑いをかけられたこともありますそうなんですよ。物全然ないじゃないですか、やめるんですかみたいな。いやいやいや違うんですよ、セレクトショップってこれくらいのものなんですよっていうね、僕のイメージではまあこれくらいの物量がまあいいかなというふうに思ってるんですけども、まあいかんせん以前物量がパンパンでしたんでね、まあそういうイメージがまあ頭にあっても、まあそれ仕方ないことかなというふうに思いますんで、まあそういったところから言ってもね、雰囲気もそうですし、いろいろこうまあ変わりました。本当にそうそうたるブランドです。ブランドメニューも全く全部変えましたから、ほぼ、はい、99% 変えてますんでどうでしょうか。1年でですよと超絶突貫工事だっていうことは皆さんなかなかイメージつかないかもしれないですけど、普通ではありえないですね。これは本当に同じ店で、なんか例えばですけど一つの店が潰れてね、新しい店入ってで変わったっていうのが、まあ話は別なんですけども、同じ店で、これだけブランドの中身を1年間で変えるっていうのはもうほぼありえない。あ、他にはないんじゃないかなと、前例がないんじゃないかなと僕は思いますよ。普通ありえないんで、そんなクソリスキーなことしないんでだってよく考えてください。だってブランド変えるってことは今までのお客さんに売れなくなってしまうってことですよ。そこからの売り上げがなくなってしまうってことですから、まあ、非常にリスキーな綱渡りなことをやってのけたんですけどね、まあ、皆さんのおかげでなんとかまあ形に持ってこれたということで非常にありがたいですし、なんならねまたこの1年後とかにこういう動画撮った時にまたね、おおまたちょっと変わってんじゃねえのというようなこう驚きがあるようなね、なんかそういうちょっと格式の高い、常にこう変化し続けられるような、まあ、そういうお店を目指したいなというふうに思いますと、うん、まあそれに向けてね、もう今から考えなければなりません。なぜならもう19年 SS の発注は終わっております、次は19年秋冬の発注ですね。もうその早いところではもうその時期に差し掛かってますから、もうそろそろそれを考えなければならないということで、もう次僕の頭はもう19年の今年の秋冬にあるというような状況でございますけども、はい、そんな感じです。まあだいぶ変わったんではないかなというふうに思いますよ。まあ楽しみにしていただきたいかなと、そういうところも含めてですね、より進化し続ける店ということで、まだ1年でねスタートラインに立ったりすぎませんから、ここからどんどんね全国で、まずこう戦っていくと、名が上がると、東京の店4つ上がって5個目になぜか長野の店が名前が上がると、そういうようなね5本指に入るみたいな、そういう状況を作っていきたいなというふうに私は思っておりますね。はい、すいません、ずっとベラベラ喋ってましたけども、テッドの気分で話してます。私は今テッドの会場にいますと、その気分でございますね。
ではまた。